よいしょ。あれこれ背景さ、背景さシルバーなのってさ、まだ続いてたんや今気づいたんだけど、背景まだシルバーだった。今日のお洋服も素敵、ありがとう。トゥーさん銀色のやつありがとう。のりともさん銀色ハートありがとうございますキュンデソージさんありがとう。夏希ちゃん18日の公演見に行く準備できた。おお嬉しい、楽しみましょう。あさってですね。こんばんは。スーパーにもさん、無色パンマンさん、だるまちゃんありがとうございます。こんばんは、こんばんは。小ガラスマルさん、だるまちゃん、むさむささん、はあと銀色のやつありがとう。みんな、なんと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 本日ですね、私の渡辺図ルームになんと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 この度トゥルルルルルポン、今日ピアスのコーナーあります。今日のピアスもちょっと今日はピンクのお洋服なんで紫です。中柳さんありがとう。アリムちゃん、アイスレモンさんありがとう。スレバカ星人さんありがとう。マサマサさん、小ガラス丸さんありがとうございます。なんとなんと WCC さん、ロキックさんありがとう。銀だこありがとう。なんと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 私のお部屋に電子レンジが来ました。ついに電子レンジとは、電子レンジはあんなにいらないと語っていた私ですが、電子レンジがついに来ました。今まで電子レンジなしで過ごしてきましたが、しかもなんと、え、すごい投資能力ありますか。オーブン付きです。みんなそこ大事、そこ大事だよね。やっぱりオーブングリル付きだらん。なので私いつでもクッキー焼けれる、いつでもステラおばさんになれます。それビッグニュースじゃない。結構朝ホットいいね。私ねホットカルピスが好きなんですよ。もう料理し放題、もう本当に最高。久々にもうお米炊きましたジャーキーさんハートありがとう。ウッチーさんハートありがとう。電子レンジ効いたーね。絶対焼かないわ、絶対焼いてやるんだからすそすさん、金色のだるまちゃんありがとう。ほなこっちは炊飯器買わないかなってね、ハイテク部屋やばい。すそすさん、だるまちゃん、むさたろうさん、だるまちゃんありがとう。え、なんかさ電子レンジってオーブンレンジって買ったらさ、一回から焼きみたいなしなきゃいけないんですね。15分ぐらいなんか何も入れずになんかオーブン焼くんですね。すごいなんかそれをやってて不思議な気持ちになりました。余熱とかね、壊さないようにね。そう、壊さないように、あの中で爆発とか起こさないようにちょっと心がけたいと思います。
これでなんかいつでもあの茶碗蒸し作れるしおもろい作る理由、茶碗蒸し作れるし焼き芋も焼けるし、最高です。ちゃんと説明書を読むように、いやほんまにそれは大事。生卵は絶対ダメ、そうそう生卵は絶対ダメ、絶対茶碗蒸し、いや茶碗蒸しめっちゃしてたからしかもめっちゃ簡単にできるんだよ、よくやるんだよね即席茶碗蒸し、焼き芋とかも作れるし、ところで茶碗蒸しって作ったことあるのかな、ある、でもなんかあれですよ、茶碗蒸しってめっちゃ簡単に作れるんですよ、なんかこしたりとかなんかもうがっつり本格的なんじゃなくて、なんかお吸い物の素をなんかと卵を溶き卵で溶いて、もうそれもそのままチンみたいな、入ってきやがりみたいな、簡単にめっちゃ美味しいのができるんです。冷やし茶碗蒸しか、ああねあるもんね、コンビニとかにも。あきさんタコちゃんありがとう、ハムちゃんだるまちゃん、あきさんだるまちゃんありがとう、そうお手軽レシピ、えこれめっちゃやってみてほしい、どんなネイル変わってないよ、そうでも銀杏とかはそのね本格的ではないけど即席レシピ、そうなんよ、電子レンジ買ったのにあのサランラップがちょうど切れとるっていう、あのなんか本末転倒みたいなサランラップないと何もできなくないっていう、そう今状況に陥ってます、サランラップ買わなきゃ、サージカルさんアイドルオーありがとうございます、エビとかささみとかしいたけで十分、わあいいね、来週の今頃にはお話し会終えて余韻に浸ってると思う、うん、そこは梅のポリラップでしょ、えあれめっちゃミン、梅のポリラップって多分結構、え私だけかな、私だけかな、こんなに見てるの多分みんなのさお家にも潜んでると思うんだよね、クリスマスのチキンについてる銀のやつアルミホイルってこと、えなんかさそうなんか私ちっちゃい頃アルミホイルを電子レンジに入れちゃいけんっていうの知らなくて、なんか みんなさ知ってる、アルミホイルを電子レンジに入れて熱ティーンってやろうとするとパチ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 バチ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 って火花散るんですよ、なんか私普通にそれ見てわー綺麗とか言いよったらお母さんが何みたいな、何このバチバチみたいなって言ってあの飛んできたっていうのを覚えてますバチ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 、そうショータイム始まった、ケンケンさんアイドルオーありがとうそうやけんそこで知りました、あの身をもってあの知りましたよ、でも生卵はやったことない、でも生卵みんなありますか、けんけん生卵の爆発はちょっとほんまに怖いかも、けんけんさん銀色のやつありがとうございます、だるまちゃんありがとう、なじなにくんおうありがとう、アイドルおうライバーおうありがとう、銀色のやつありがとう、オーブンでラップ使う、や怖いよね、なんかちょっとオーブンモードとレンジモードの使い分けとかちょっとまだあの何も全然触っていない状態なので、はい
ゆで卵用の機械あるけど、串で黄身に穴開ける必要。なんか私のお母さん最近、なんか私のお母さんが買ってたよ、なんかね鶏の形してるなんか電子レンジでゆで卵作れるなんか機械をなんか家族全員になんかこう自慢してた。でこれすごくないみたいな、すごいみたいな。お母さんが自慢げに電子レンジでゆで卵作れるんだよこれみたいな。ちょっとまだ多分作ってなさそうやけん、まだ今のところ爆発起きてないんですけど、まあでもそういう商品だから安全にできるはずなんだけど、ちょっと不安。結構シンプルな作りなんですよ。そのお菓子作った直後にラップしたもの入れると、えして溶かした経験、はあそっか、それでも溶けるか確かに。で電子レンジグッズ、電子レンジ、なんか電子レンジでパスタ作れるやつとかさ、電子レンジで、え私そうなんよ、なんかあの電子レンジ蒸し器みたいなやつさ、電子レンジないのに一丁前にそれだけ持っとったんよ。ずっと、え多分あるはず、キッチンの棚の奥底に、あのまだ箱から出してないまんま、あのお役目を果たしてないあの蒸し器みたいなやつが眠ってるはずなんですよ。でもあのパスタ作れるやつレンジで、あれすごいいいなって思います。朝倉さん、だるまちゃんありがとう。あそれ持ってる、えなんか鶏のさ形してるんでしょ。WCC さん銀色のやつありがとう。電子レンジやでそうめんやパスタも茹でれる機械もあるで、へえ電子レンジでそうめん、ああパスタね、そうめんもいけるんだ。あでもちょっと時間変えてってこと、うんうんうん。お餅をレンジで温めたらトロトロになって焦った思い出。確かにお餅ってレンジでチンしたことあんまない。えでも美味しそう、トロトロのお餅大好き私。ダイソーで売ってる、おプレゼントで料理グッズ届きそう。あでもねプレゼントで料理グッズね今まで届いたことあるんだ。でもめっちゃ使ってるよ、あのなんかしかもちゃんとメッセージ付きで、なんかしかも料理本と、なんか料理本と簡単おかず料理本みたいなやつと、なんかあのめっちゃ万能ななんか無印のなんだっけ、あのなんかでっかいスプーンみたいな、なんかいろいろ使えるシリコンの。めちゃ役立ってます。一人分のそうめん茹でれる、えめっちゃ便利だね。あのいちいちさあの鍋で、あの鍋っていうかさガスにジェジェジェってつけてさ、持ってるだけでも意識高いよって。ありがとう、明日からは起きます。そうだよね、持ってるだけでも意識高いよ。石田みのるさん銀色のやつありがとう。ひろさん銀色のやつありがとう。あーちゃん銀色のやつありがとう。ダイソーで売ってるの有能すぎる。ダイソーダイソー、あーちゃんだるまありがとう。シルバーのやつありがとうございます。サージガルさん、吉田みのるさんありがとうございます。自炊めっちゃできそう、もう今日もしましたよ。今日も自炊しまして、アジのお刺身と炊きたてのご飯を、あの旅行の友のふりかけで食べました。大好き田中のふりかけ。ドラッキーさん、だるまちゃんありがとう。コロネさん、だるまちゃんありがとう。ケンケンさんありがとう。ハトゥー
便利器具。そう、なんでレンジ買う気になったって。なんかね、お母さんがたまたまフラッと家電屋さんに行った時に、なんかめっちゃいい電子レンジを見つけたんですよ。でなんかこれいいんじゃないみたいな、で背中を押してくれました。まんまんさん、シルバーハートありがとう。そう、なんかすごい本当に立派な電子レンジやけん、もう一生もの、あの多分あのこれから私がどんな未来を歩んでどこに引っ越してもずっとついてきてもらう予定です。今日のやつはなんか激カワですって。珍しくピンク。なんかもうこのさ、竹缶のさ服もだんだん着れなくなるよね、秋になっていくから。ケアセンシャルシャルローナウン、ナイスミチュー。なんだろう、誰か翻訳できる方教えてくださいませ。コロネさん銀色のやつ、持ち肌さん銀色のやつ、シー星沢さん、ドラマちゃんありがとう、銀色のやつありがとう。なんで渡辺、また電子、またレンジなつき。なんか芸人さんみたい、一発屋芸人みたいな。レンジでご飯、なんかすごいね。電子レンジってご飯も炊けるの？何それ。お米研いで入れたら炊けるの、すごい。和彦さんハートありがとう。ねえ、アジのお刺身ってさ超美味しいよね、大好き。猫の友最強すぎるね。そう、だるまシルバーなギフト集めてます。とにかく集めてるよ。ね、ダイソーは広島の企業ですから、あれは便利。おお、娘に料理もっと作ってほしいが、絶対あると思う。夢入り道具、確かにそんな感じ。なんかね、お母さん曰く、あのなんか最近お母さんがオーブン機能でワンコたちの餌を作るのにハマってるらしくて、せっかくだからみたいな、オーブンレンジに届いたら作りなよ。そう、作ってみたいと思います。まだまだ暑いか。あ、明日ってさ満月ってこと？お月見配信、しましょう。明日はお月見配信しましょう。あいもちゃん、シルバーのやつありがとう。ホソさん、シルバーのやつありがとう。白龍さん、アイドル王ありがとう。シルバーのね、シルバーのギフトだったらね、全部あの今のイベントに対象なのでありがとうございます。あら、アイドル王投げ忘れてた。アイドル王もぜひ。即席ラーメンも、ラーメンも茹でる、すごいね。ちょっと電子レンジってすごいわ。今までなんか散々なんか、いや、なくてもいけるかもみたいな思ってたけど、便利だわ。まだ使ってないけど。ジョージさん、ライバーオン、アイドルオン、ありがとうございます。銀色のやつって聞くと気まぐれ。そうだよ、リスペクトしてるんだよ、銀色のやつ。YD さんありがとう。ゼクさん、トラッキーさんありがとう。アジはなめろうにしましょう。いや、思った
じゃ半分食べて半分なめろうにしようかと思いましたが、気づいたら全部胃の中にいました。はい、気づいたらもうそこには妻しかなかったです。夜逃げメタルさん、アイドル、おう、ありがとうございます。はい、生姜醤油で食べました。最高です。それすなわち最高ね。作ろうと思うわんこのおやつ。ニコさん、銀色のやつありがとう。ガモンさん、銀色のやつありがとう。もずくちゃん専用なんか、しかもなんか作るのがなんかささみのチップスみたいな感じで、なんか塩コショウ振って半分塩コショウ振ったらなんか人間も美味しく食べれるみたいなレシピらしくて、ちょっと楽しみです。でもね、めっちゃ悲しかったことが、今日アジのお刺身を食べようと思って、あの醤油と生姜を準備してたら、あのなんかなんかめっちゃ冷たいって思って、ひんやりして何って思ったら、あのめっちゃあのソファーに醤油こぼしてた。悲しい。でもあのこれが幸いになんかあんまり水を吸収しない素材のソファーカバーだったがゆえに、はい、もうすごい、もう瞬時に動いたんで最小限のあれで済みました。被害で。月見団子食べたい。じゃけんか、今日めっちゃお団子屋さんにさ、お団子屋さんでなんかめっちゃ月見特集みたいなしてたもん。いろんなお餅あった。買えばよかった、買えばよかったな。ワンちゃん用のお好み焼きとかいろいろ出て、うん、ワンコだって広島調べたら、あのワンちゃんと入れるお好み焼き屋さんとかも存在してるらしい。ワンちゃんのポテチとかもあるの？だよね、小ガラス丸さん。だから月見団子とか売ってたのか今日って。私もなんかえみたいな、なんかめっちゃ可愛い、なんかうさぎのおまんじゅうとか、なんかなんかすごい月見団子とか売ってるやんみたいな。もうそんな季節？信じられない。山猫坊主さんありがとう。おう、うあんさん、おう、ありがとう。明日一緒に団子食べようよ。ね、ちょっと準備するわ。ジョージさん、タコちゃんありがとう。うあんさんの今、おう、ありがとう。中秋の名月、私が何と言っても毎年楽しみたい、この月といえば私ですから、夏木でございますから。大事にしていきたいです。早いね、それ思ったら。むしろコンロいらないけど電子レンジ欲しいってこと？え、そうなん？そんなに便利なん電子レンジって。なんかマジおもろい、電子レンジというものを存在し、なんか存在を知らない人みたいな。そんなに便利なの？なんか中秋の名月明日ですって言われても、なんか全然暑いしまだ夏ですって感じだよね。ゆうのくんありがとう、銀色のやつ。それすなわちそう、あ、満月は水曜日ですって。あ、そうなんや。でも暦上は中秋の名月は明日ってこと。ほえー、かわいい。今日は珍しくピンク。おいちゃんありがとう、ハト。月組さんの岩、おう、ありがとう。電子レンジといろんな器具を組み合わせることで最強です。おー、え、電子レンジかける何が一番最強ですか？やっぱパスタ、ご飯炊けるのもすごい画期的だけど、でも私はちょっと鍋で炊く派なので、
こは大丈夫だ。鼻炎案件、うん、シミにもならなかった。もう私の方が染み込む速度よりも私の動く速度の方が速かった。私が勝ちました。ありふれないでさんね、面白い名前。だるまちゃん、銀色のやつありがとうございます。ポンズさん、銀色ハートありがとう。みたらし団子ね、私もみたらし団子大好き。団子ってさ、団子って相場中にあんこ入ってるの？私あのあんこの中に入ってたら無理なんだけど。あ、今年は満月と中秋の名月がずれますって、やっぱそういうあれなんだ。そういう年もあるんだ。毎月に、毎月に、月といえば夏希さん、そやで。満月じゃーって外に出て月見とったら熱中症になりそうな今年の夏ね。あ、夏じゃなかった、今年の秋。夏って言っちゃうぐらいの夏だよまだ。 WCC さん、だって今日かき氷食べたもん。まだ夏、まだ夏引きずってる。 WCC さん、銀色だるまちゃんありがとうございます。今の冷凍食品めっちゃ美味しいね。みんなさ、あのなんかさ、お弁当のさ、おかずのさ、おかずに入ってた冷凍食品でなんか何が好きですか？だからもちろんお母さんがあの一から作ってくれたあのお惣菜、あのおかずもうめちゃくちゃ美味しいんですけど、なんかさ、冷凍食品ってさ、なんかもう冷凍食品に しか出せん味ってあるじゃん。私あの占い付きのエビグラタンがめっちゃ好きでした。占い付きのエビグラタンとあれカルビマヨみたいなやつ、わかんないみんな。アイドル王さん、あ、アイドル王さんじゃないわ、YA77X さん、アイドル、おー、ありがとう。ありふれないでーさん、ありがとう。電子レンジ焦げないからの、確かに電子レンジ普通にケーキ作れるの。焼き団子、あら素敵な人発見、お願いします。あれ、タカさん、昨日来てくれたタカさんですか？それとも新しいタカさんですか？こんばんは。ソースカツ、エビカツ、あ、待って、ソースカツで思い出した。私ね、なんか本当にあのお母さんに申し訳ないんだけど、なんかあの冷凍食品のなんかイカの天ぷらみたいなの知らん、なんか甘だれの、甘だれのイカの天ぷらみたいなやつ、あれが本当に好きすぎて、あの一時期もうお願い絶対にこれお弁当に入れてっていう時ありました。エビカツ、冷凍のチャーハンパラパラで美味しいね。カップケーキみたいな。ビアガーデンも延長したところある、すごい。高さん、銀色ありがとうございます。はい、アイドル王さんです。アイドル王さん解明。昨日冷凍のつけ麺食べました。あー、つけ麺いいな、めっちゃ食べたい。なんかさ、竹虎っていうさつけ麺屋さんが、なんかそう、なんか東京で泊まってた時に、でなんかもうちょっと外に出歩く気力ないけん、ちょっとデリバリーでも見てみるかと思って見た時に、あの一番上のおすすめで竹虎のつけ麺が出てきて、うわーめっちゃ食べたいってなったけど、なんかもう外に取りに行く気力も大きくて断念しました。めっちゃ美味しそうだった、なんかゆずなんとかつけ麺みたいな。占いついてるグラタン好きでしょってコメントしようとしたら先越された。その占い付きグラタン好きです。なんかあの赤いクマのやつ、そう、カップの内側に占いついてるやつ。冷凍食品のうどんめっちゃ美味しいよ。便利な世の中じゃほんまに。風船さん、はじめまして。イカ天美味しいよね。
うわ、私の友達めっちゃちくわの味噌べ揚げ好きな人いた。あのめっちゃちくわの味噌べ揚げがもうなんか大ファン、もうちくわの磯辺揚げオタクの人いた。毎回入ってる。銀色金魚さんライブはおーありがとう。わー知ってる、美味しいだよね。あシューマイね。えなんかさ、わかるよシューマイね。なんかあのすっごいどでかいシューマイあるんよ。私それ好きだったな。新しいと思います。お背きながらやっと知りました。お願いします。すごい。なんか昨日たまたま私のことを見つけてくれてなんか気になってくれて、あのツイートもしてくれてたんですよ。私の名前エゴサしたら、その方もタカさんって方だったんですよ。すごい。なんかタカさんが大集合してる。ぜひ押してください。SDU48 の渡辺夏希です。なっちゃんこと渡辺夏希です。ミートボールね。あでもミートボール好きな人もいたわ。うん私冷めてるミートボールダメなんだよね。だからミートボールはあったかくないとノーなの。だからいつもなんかお兄ちゃんのお弁当にはミートボール入ってるけど、私はその朝作ってる途中のあったかいやつを盗み食べしてお弁当には入れないってやつ。竹虎なら新宿で食べた。え絶対美味しいよね。あタカくん、そうタカくん、タカくんだ。そうタカくんも来てくれたし、タカさんも来てくれた。たくさんいる。銀色金魚さん、アイドル、おありがとう。ジョージさん、お今日は福島にいらっしゃるんですね。桃食べたい。桃の季節、今桃の季節だよね。なんか今日すごいスーパー行ったら並んでた桃が。タコちゃんありがとう。ちくわの磯辺揚げファンのお友達、私と友達になりましょうって。ちくわの磯辺揚げが大好きで、なんかうどん屋さんとか行ってもあのほんまにちくわの磯辺揚げにしか目がない。もうすぐあのちくわの磯辺揚げをピックアップしに行く。最初のレンジの使用はね、多分ね明日のね夜ご飯かな。なんかもうレンジを使いたいがために、なんかもうあのもやしとか、もやしと豚バラ買ってもうレンジでチンして蒸して食べるっていう、もうあのシンプルオブベストってやつ、シンプルイズザベストってやつか。うん、ちょっとそれをやってみたいと思います。シンプルがいいんですわ、一番最終的にそれが一番美味しい。うわ懐かしい、白身魚のタラタラ入ってるやつ好きだ。おいしい、懐かしいね。エゴサされてたマランって私は真夜中に自分のフルネーム渡辺夏希カチャカチャカチャって調べて、あのみんながなんかつぶやいてくれてるかなーって見て、そうエゴサーチ楽しい。知り合いのとこの女の子が子猫連中、うれ無事でしたか猫ちゃん。ねちきなんでそんなに、なんで今日もそんな顔ちいの。あこんばんは。ご機嫌うるわしゅうわが推し。なんか途中で字が取り戻してるの何面白い。そう盗み食べ、ミートボールは温かいのが大好きです。温かくないミートボールはちょっとノー。こんばんは。今日ミートボールをレンチンしました。お見れば見るほどショート可愛い。ありがとうございます。偶然なんですね。 STU も正直詳しくないので勉強させてもらいます。嬉しい。 T
ぜひあの推しにしてください。2期生のなっちゃんこと渡辺なつきです。ねえ、だよね、桃の季節だよね。だからさ、桃飲んでるスーパーで桃見て、多分それ影響されてる。今日の飲み物桃。もうそろそろ終わりか。寂しい。なんか桃のかき氷とか絶対ありそうやん。食べたい。私一回夢なのが、なんか東京の大和カフェだっけ、違う、なんだっけ、大和やっけ、あれ大和って読むんやっけ、あの「だ」にさ「丸」って書いてあるやつ、確か大和だった気がする。大和ってところの、 あの桃がドーンって丸ごと乗っとって、なんかかき氷のソースもなんかもう桃をざく切りにしたみたい なんかソースで、もう超桃たっぷりのなんかかき氷があるんですよ、東京に。それが超食べたいいつか超食べたいなって思ってるんだけど、やっぱ毎年人気らしくて、もう予約がもうすごいみたいな、予約でもすごいし、もう並ぶのも大変みたいな。ミニマロンさん、アイドルオーありがとう。ジョージさん、ハトありがとう。ご飯のパック買うの忘れた、ありゃ。カズさん、だるまちゃんありがとう。どうもガダルカナルです。タカさんの時、あ、なんか聞いたことある、ガダルカナルさんや、ガダルカナルタカさん。私の夢はもうちょっとガチで渡辺夏樹さん、あの日本中の渡辺夏樹さんを、まあ、ひらがなで書いた時に、読んだ時に渡辺夏樹っていう漢字は問わん、渡辺夏樹っていう読み方する人をなんかちょっと集めたら、どのくらい集まるんかをマジでやってみたくて。結構いそうだもんね。カズさん、アイドルオーライバーオーありがとう。なっちゃん警察です。赤肉の桃は8月から出回ります。少し固めです。白ピンクは7月下旬頃。果肉はある。でもなんかそう、固めの桃がなんか好きっていう人結構いるじゃないですか。でも固めの桃あんま食べたことなくて、めっちゃ気になるんですよ。カズさんありがとう。そう、カルビつくねみたいな、カルビマヨだよ、カルビマヨつくねだよ。あれめっちゃ美味しいよね。なんかそのカルビマヨの、なんかこんなハンバーグの真ん中にこうチョンってマヨネーズ乗ってるの、なんかそれをなんか大人になって再現レシピで、もう こんぐらいなのね、冷凍食品のやつ、もうそれをこんぐらいの大きさで作ろうみたいな、なんかレシピがちょっと前にバズってて、そうちょっと気になったけど、でもさ結構味濃いからさ、こんぐらいの大きさになったら多分食べきれない自信ある冷凍チャーハンね、私ね、なんか好きな冷凍チャーハンあったよな、ザチャーハンみたいなやつあったくない、ザチャーハン、あの黒に金色の文字のパッケージのやつ、あれに一時期もうハマって、なんか家族を巻き込むぐらいハマってて、そう、とりあえずあのザチャーハンの在庫が切れたらお母さんがスーパーで買ってきてくれるっていうぐらいハマってました。ジョージさん、銀色のやつありがとう。宮本さん、銀色のやつありがとう。銀色ハートありがとう。ジョージさん、チュピチャパシゲピンハートありがとう。チュピチャパ、こんばんチャパ。証明写真のポスト、ハッシュタグ渡辺の月 ST48 入れるの忘れて泣いてる、渡辺の月世に広めるチャンス。もう一回すればいいんだ
もう一回ポストしちゃえしちゃえしちゃえ。でもあれほんまにすんごい超うまくできてて、あれさすごいね。あのなんかベースみたいなのはどこでみんな見つけてるわけ。だいぶ佐賀さん金色ハートありがとう。わえ待って梨の季節来る、もしかしてもしかして梨の季節来る、ふなっしーの季節来る。大丸大丸大丸桃は送ってあげる桃ってめっちゃ繊細じゃもんな。通勤急交通会期さんありがとう。もうだって服も桃色とか言って、でもこれなんか配信で見たらちょっとこれ紫なのかな、ちょっとパープル、ラベンダー、あラベンダーなのかもしれない。ほらネイル見たらネイルのこのストーンが紫なんですよ。うんパープルかも。あダカフェ、そうダカフェのやつ。ケンケンさん、銀色だるまちゃんありがとうございます。ベニちゃん銀のハートありがとう。ね、確か予約制だった。大和スーパーさんがやってるダカフェ、それそこのかき氷が、えちょっとみんなに見せたいもん、ほんまに。あのねビジュアルがまずやばいの、もうどう考えてもあの桃どう考えても桃なのね。えすごいよ。あ桃氷、桃氷っていうのすごい。1個のかき氷に桃が 3.5 個分使われてるんだって、贅沢すぎない？ 3.5 個はやばい。ソンワちゃん Thank you だるま and heart ハローなちゃんハロー渡辺夏樹か。桃1個使ったかき氷、あ雪帽子でもあった？フリマートに行かれたら雪であったけど、もうあれなんかな、季節終わるけん私が行った時もあったんかな。なんかピオーネに目くらんでたかも。まっちゃんアイドル王ありがとう。いや一瞬渡辺夏樹って呼ぶ人私以外全員っていう方って、いやいやいや、どういうどういうこと、全員みたいな、集めてみたいな、そんなことはしません。まっちゃんアイドル王ありがとう。うちょりにやば、アバター最高。ありふれないでさんありがとう。確かに X とか Facebook で渡辺夏樹さんって調べたらいっぱい出てきそう。しげぼーんアイドル王ありがとう。桃は売ってる段階では固めで、火を置くと柔らかくなる、大きすぎると。なるほど、出荷してだんだん熟していくってこと。素敵。 OKB さん、みかん屋さん、トントン21さん、シルバーギフトありがとうございます。萌え白丸さんありがとうございます。あとケンジュー銀色だるまちゃんありがとう。かわいいっすね。押させていただいてもよろしいんでしょうか。お願いいたします。お願いいたします。ぜひあのなんか こっちかこっちのハートをピンク色にしたら、あの配信始まったら通知届くので、ぜひ毎日配信してるので見に来てください。あのみんな今日も今日とて、あの驚きなんですけど、あのもう50分経ってるんですけど、え私さ、え私21時から配信始めたよね。またあれだ、また時空早めてるわ私。
う、恵比寿のガーデンホールの近くにダカフェがあると。お、私と皆さんどっちが先に食べるかな、勝負しようじゃん。アルファさん、ギールハート、ありがとう。宮本さん、だるまちゃん、ありがとうございます。あ、こんばんなっちゃん、こんばんなっちゃぱ、こんばんなっちゃぱ、なっちゃぱ。じゃあちょっと俺も渡辺夏希に改名しよう。夏希はおお、その感じ、ない月とか言って、もう梨あるような、鳥取の梨美味しいでーすって。あー、いいねー。あ、でも確かに鳥取って梨有名だよね、イメージある。おもろい、いきなり鳥取って梨のイメージとてもあります。あやむさん、銀色だるまちゃん、ありがとうございます。うわ、金木犀の香水使いたくなる季節来たー、来ましたね皆さん、ついに。で、私は最近あの桃の香りがする香水にメロメロでございます。でもね、これのね、イチジクの香りがするバージョンもめっちゃ好きなんですよ。この前香り嗅いでみたらすんごいいい匂いで、ちょっとなんか秋に向けて買おうかなって悩んじゃう。これ私が使ってる桃の香りがする香水、これ結構リアル桃、リアルに桃、なんかこの2層に分かれてて、シェイクシェイクってして、シュッ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 、なんか香水なんだけどアルコール成分が入ってないから、髪の毛とかにもいろんな場所につけれるんですよ。フレッシュな桃の香り良いですわ。今日ちょっと桃モチベ、ピーチ担当。今は梨とシャインマスカット、はあ最高。え、どっちも大好き、やっぱ秋大好きだ、秋大好きだ、告白、秋に告白してしまった、まだ夏だっていうのに、体感夏なのに。多分私が告白したことによって秋が多分来ると思う、もうすぐ。あやむさん、だるまちゃん、ありがとう。銀のだるまちゃん、ありがとう。フォローは諸事情でできないけど必ずチェックしてまた来ますね、待ってます、ありがとう。パープル、ラベンダーっぽい、ラベンダーパープル的なやつです。え、今20世紀梨食べてますね。私ね、なんかすっごい、なんか毎年好きな梨があるんですけど、なんか毎年忘れる、毎年みんなに教えてもらって毎年忘れるんだけど、あのシャリシャリしてるやつ、なんかちょっとなんかあの噛んだ時の食感がなんかちょっと粒が粗めな、ちょっとジューシーなやつですが好きです。20世紀梨だったっけ、食べたい。 K さん、銀色ハートありがとう。こんばんは。女の子からクリスマスコフレいいよね、誰かにあげるの言われて血の涙流してる。え、でもクリスマスコフレってだいたい自分のために買わん。安尾くん、銀色だるまちゃん、ありがとう。ゆってぃさん、銀色ハートありがとう。月影さん、ライバーおーありがとう。そういえば桃が2個冷蔵庫にあります。いいな、こうやってもう両手に桃持ってハク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 っていう、あの夢のようなやつができるやん。夢のようなやつ3個あったらこうやって、あの、わかる、あの時々あのなんかあのなんかあのリンゴでよくやる人がいるやつ、こうなんかこうやってあのなんて言うんだっけ、なんかお手玉みたいにしてその空中でカッて食べるやつ、あれできますね。ラベンダー×パープル割る2。むずー、そんな感じ。
すごいよね。ダイワカフェの桃、桃氷 3.5 個分ってすごい。岡山物産館行ったらいい桃は5000円。やばい、桁が1個違った。すごい。1個でですよね。1個で、すごい。どんな桃なんだ、見てみたい。カズイさん、シルバーハートありがとうございます。のりともさん、シルバーだるまちゃんありがとうございます。普通に桃さん、ご飯食べきれないよね。でも多分氷だったら食べれちゃうんだろうな。岩田さん、シルバーハートありがとうございます。アニョ渡辺、アニョ渡辺こんばんは。田舎のおじさん、アイドル O ありがとうございます。みやおさん、だるまちゃん、シルバーだるまありがとうございます。ジェネル、アイドル O、 ライバー O、 Thank you。 果たして SD 渡辺の月を脅かすほどの渡辺の月なんや。面白い。デスマッチ、デスマッチしようか、みんな集めて。田辺さん、ライバー O、 ありがとうございます。てかイカゲームの新しいシーズンっていつ始まるんやろ。めっちゃ楽しみにしてるんだけど。渡辺の月で検索すると FM 北海道の方とかサッカー選手の方も出てきたから、かなりすごすごくない。渡辺の月世界で活躍中。しんさん、シルバーハートありがとうございます。ちなみに昨日フォローしたよ、嬉しい。今日も来てくれてるしありがとう。末永くよろしくお願いします。皆様、皆様、それ長くよろしくお願いいたします。トラッキーさん、だるまちゃんありがとうございます。缶詰の白桃ね、確かに。うわー、美味しいね、美味しいね。意外となんかさ、缶詰のさ、缶詰のみかんとかめっちゃ好き。ひでさん、あと、あ、そう、あの私の冷蔵庫、冷蔵庫に多分絶対保管方法間違えてるんだけど、あの冷蔵庫にみかんあるんですよ。え、ちょ、みかん食べたくなった。夜のビタミン C 補給、ビタミン C 補給しちゃいたいと思います。あっ、なんか、え、ちょっと待って、私の電子レンジってさ、どうやったら、ねえ、私何取りに来たんだっけ。あ、みかん。じゃーん、見て、みかん。やると思ったでしょ。電子レンジネタが盛り上がりすぎた。はい、今日も0時コースじゃ、え、ね、あっという間に1時間経ったんだけど。はい、歩いて15分以内のとこ、すごっ。男一人で入れるような雰囲気の、え、でもいけると思うよ。いただきます。あと2時間10分できます。ドムドムバーガーで梨のダブル照り焼き、え、え、梨、え、どういうこと。ドムドムバーガーってハンバーガーのお店ですよね。食べたことないんですけど、あれってさ、どこの地域のやつなんですか。ちょっとあの出会ったことない。北海道だっけ。みかん、
あと2時間10分できます。鳥取20世紀梨です。長十郎、初めて聞いた、それ梨の名前。千夜さん、銀色だるまちゃんありがとう。佐藤くん、銀色だるまちゃんありがとう。桃にメロン、メロンメロンや、もうそれ待って、それエイディクトのイートザピーチやろそう、大正解、エイトザピーチ、これめっちゃ好き。でもこれのなんかフィグなんとかみたいな、あ、ピグマリオンだ、ピグマリオンっていう香りが、そう、この前ロフトかな、ロフトで嗅いだらすごくいい匂いで、ちょっと購入検討中。水性香水、そのアルコールを配合してないんです。なんだっけ、あ、アルベドたっぷりが好き。これ何なんだろうね、この番号の意味、誰か分かる人いますか。金木犀の香水の話とかつい最近して気がするんだけど、もしかして1年前の話あっちゅうま、いただきます。え、ほんまにさ、あの浮きみかん、本当に私このさ真っ青なみかんが大好きなのうんふーん、桃もちべ秋って名前だったらよかったと思った。今やばい、私めっちゃ前のコメント読んでるわ。ちょっとあの頑張ったよ、全部のコメントに目を通してます。嬉しい、みんなじゃんじゃんコメントしてください。私が困るぐらいにね、多分今さっき、多分私あの桃モチベじゃん今日とか言ってる時の自分のあのコメント欄見てる。だし、なんか秋のことが好きだよっていうの、うん、こんばんは、さっきコンソメパンチ食べました、謎アピール、うますぎパンチ、うん、今ちょうど私あの私が好きな梨の種類のとこコメント見てます。え、逆に北海道はもう電子レンジが動いた、あ、それはそうか。メミフィーアイドルオン、ありがとうございます。エビアボカドさん、エビアボカドじゃなかった、エピアボカドさん、ライバーオン、ありがとう。え、香水みたいなやつ、香水みたいなやつ、え、なんかそれめっちゃ聞いたことある、新鷹、もさもさ感は長寿の、なんかね、私が好きな梨はなんか砂利シャリみたいな感じで、めっちゃ水分がなんかもうパリなんかハッって食べたらなんかちょっとおおみたいな、なんかちょっとあの水分がこぼれそうになる感じのやつ。キャシャンさん、あとありがとう。月影さん、マリありがとう。香水かもしれませんね、めっちゃ聞いたことあるけん食べたことある、絶対。ん？でもハロウィンって9月末だっけ？ん？
君の胸で泣かない。はるきさんアイドル、おーありがとう。ジャグリング、あ、ジャグリング食べ、それな、やばい、ジャグリング食べの話してる。亀吉さんアイドル、おーありがとう。白友さん銀色のやつライバー、おーアイドル、おーありがとう。けいちゃんなんさんアイドル、おーありがとうございます。ライバー、おーありがとうございます。ピーターさんアイドル、おーありがとうございます。ピーカン、え、めっちゃ酸っぱいの、あ、だんだん追いついてきた。これめっちゃ酸っぱくてラブ。もう私みかんは青ければ青ければ青いほど大好きです。ちょっとマジでほんまに食べ過ぎて手黄色くなりそう、気をつけます。食べ過ぎて手が黄色くならないことを気をつけます。遅れてしまった、いらっしゃい。なっちゃん花だれ公演アベマで見てました、お、ありがとう。今日も可愛い、嬉しい。なっちゃん寂しかったよって。お疲れ、お仕事。まおちゃんありがとう。え、ラフランスはお好き？あの、なんか新しいコメントもなんかここにプワンって見えるんやけど。ラフランスは一回食べたことある。で、なんかお母さんが好きでラフランス。でも一回食べたことあるけど、なんかあんまりよく分かんなかった味。なんか柿とラフランスはなんか未だになんかどんな味って言われてもパッて思い出せん。石丸さん銀色ハートありがとう。カズさん銀色だるまちゃんありがとう。ピグマリオンはもろ紫のやつやろ、確かに広島のロフトにあったわ。え、でしょ、ちょっと嗅いでみて。ピグマリオンってあのウーバーワールドさんの楽曲にピグマリオンっていう曲があるんですよ。でなんか香水コーナー見たら、えウーバーの曲のピグマリオンじゃーんって、まあイチジクって意味なんですけど、やばい、喉のあれ、喉が、あ、喉がなんか乗っ取られた、あー、え、ちょ、チューニング中、あ戻ってきた、なんか今乗っ取られたよね喉。あぶな、桃でお肌もピーチピーチ、イエス。鉄道模型みたい、アルベドさん。ドムドムバーガーは関東、あ、大阪神戸初なんや、へえ。東京町田が1号店国産第一のファーストフード、何それ、素敵。ジトクさん銀色だるまちゃんありがとうございます。照り焼きの上に梨が乗ってるの、すごい不思議。それ攻めたなんか味とかも出すの。ゆうたろうさん柑橘系好きそうやな、すごい。なんで見抜けたのなんで見抜けたの、めっちゃ大好き。なんか今日もお昼にハンダ麺だっけ食べたんだけど、あのすっごいすだち絞りました、たくさん。どもども都内じゃ珍しいからコメント全部読んでくれるとか、なっちゃんなんでそんな意外なのだってみんなコメント送ってくれてるの嬉しいもん。みんながコメント送ってくれればくれるほど嬉しいです、反応が。なので全部目を通します。焼きそばさん銀色だるまちゃんありがとうございます。今夜のなつきちゃんもすごく可愛いです。接続詞もバッチリ。あ、まだ食べてない。洋服も可愛いです。目が点。なし、なし。あ、10月末だよね。え、でもさ、めっちゃもうハロウィンだよね。思ったもん、私も。この前だってもう私なんかもう先走ってもうハロウィンに使うカチューシャとか買っちゃったよ。
あ、もっちゃんロス、もっちゃんロスはね大丈夫ですよ。なぜなら今日あの電子レンジとともにもっちゃんが来たんですよ電子レンジとともにもっちゃんが来てくれた。でもね私は悲しかった。もっちゃんがね15分間ぐらいね全然目を合わせてくれんかったんよ。私悲しい私悲しい。なんか2週間ぐらい2週間ぐらい離れ離れだったんかな。だったからと私のさこと忘れてるかもしれないんだよね。なんか私のことをママだと思ってなくて私のお母さんのことをなんかもうママだと思ってるっぽいんだ。悲しい時。え、この秋もうサンマは食べてない。食べたい。え、今年のサンマはどうなんですか。なんか去年だったっけ、なんかめっちゃなんか毎年全然違うよね。なんか全然取れませんとか全然取れますみたいな。あ、A perfect sky 君の胸って泣かない。ボニーピンクさん、ピンク姉さん、テレタタ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 タ。ドラッキーさん、銀のだるまちゃん、ありがとうございます。はんぺんくん、ありがとう。ビタミン C は夜に取るといいらしいです。特に、え、シルバーのやつ11位に上がってる。嬉しい、皆さんありがとうございます。イエーイ。酸っぱいの好きなんだ。恋も甘酸っぱい派ですか。なんか昨日のやつ思い出した。え、地震あったの。大丈夫、待って、ごめん、なんかコメント欄をめちゃくちゃ時差でさ見てるからさあれなんだけどさ、え、大丈夫。北海道の方、気をつけてください。ちょっと調べてみたけどすぐ出てこなかった。ブンゴさん、銀色ハートありがとうございます。ふくんさん、今日も美人が天才すぎん、結婚したいくらい可愛い。ブブブブーン、愛媛のみかんね食べたーい。鬼太郎ガキ、何それ、美味しそう。自分も最近イチジク系の香水買ったけどこの時期結構使うね。この今の時期秋とか特に使いたくなる。ピグマリオン、極上の唇受ける。ピグマリオン、だってウーマーワールドのピグマリオンって言われてもあの歌詞と題名があの全然ウーマーワールドは違うから、あのあれなんだよね、ちょっと歌詞をパッて思い出すのがむずいんよ。あ、これか、はい、天才です。泣いてる間だけでもいいから、こんばんは。ダダ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 ダ
つばさんなんちゃらさんハートありがとう。お、一番星ももじろうさんこんばんは。土曜日になっちゃんが歌って踊ってるところ初めて見ました。え、嬉しい。どうでした？コメントを読んでということは私はもうてんてんてん。何何、なつきちゃん生ら優しいから、もう生ら生ら、え、めっちゃ可愛い。北海道弁花だれ東京以来めっちゃ気になってるって。嬉しい。ふくんさん気になって、気にしてください、私のこと。嬉しい。奈良さん、タコちゃんありがとう。銀色タコちゃんありがとう。選抜目指してます。おっちゃんロスはそうね、そうそうって感じ。少しそう、ライヒロしました。き違う、ライフク、ライヒロライヒロ。可愛い表情の時もめっちゃ美形の時もどっちも好きで嬉しい。それすなわちいつでも好きってことじゃん。え、あ、カバンが、カバンが、私のカバンが、ハロウィングって昨年の探せばあるのにまた買ってしまう。いやね、毎年新しいの買っちゃうね。そう、もっちゃんに人見知りされたんです。私悲しい、私とても悲しい。もっちゃんを抱きしめても、あの15分間ぐらいずっと目合わせてくれなかったんです。親離れ。今年も面白いよ。あ、今年サンマって大量なんだ。生ら豊作で生ら安いの。昨日焼いて食べたよ。え、食べよう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 。今年も面白いよ。つってサンマさんってこと、置いていかれたから怒っているんかもしれない。なんか拗ねてるのかもしれない。なんか塩対応でした。もっちゃん、せいやんさん、だるまちゃんありがとうございます。まっちょさん、銀色ハートありがとうございます。愛媛は水道か、蛇口からみかんジュース出てきますよ。普通に飲んだことある。泣いてる間だけでもいいから。あ、やっと仕事終わった。リサちゃんお疲れ。最近困ってること、最近困ってることはなんだろうな、ないと言えばないし、あるといえばあるような気もする。リサちゃん、だるまちゃんありがとうございます。うわっ、やばいね、今さ、今日メールあるっていう、多分さ22時より前のさ、22時より前にコメントしてくれた今日メールあるってやつ、コメントやつのコメント今見ちゃった。22時19分なんだけど、みんな本当にごめん。あのちょっと他の SNS、 あの配信終わったらめっちゃ稼働させますね。ごめんなさい。ちょっと今日は電子レンジが来たことに浮かれ、もっちゃんに会えたことでも浮かれ、なんかいろいろ浮かれ、ロマンティック浮かれモードでした。でもいっぱい写真撮ったんよ。いっぱい写真撮ったけん、それもまた送ります。明日たくさん。こんばんは。今日もどう考えても可愛いね。どう考えてもね。春夏秋冬の選択すごく良かったからね。ありがとう。え、そう、親離れ明け見しちゃったかもしれないの。親離れ明け見、親離れ明け見、誰のがれ明け見、親離れ明け見。
スネちゃま、そのスネちゃまです。スネモチャ、もっちゃん、え、そう、あのすごいトラッキーさん鋭いですね。もっちゃん花ちゃんロスなんじゃないって。そうなんよ、あのもっちゃん、あの2つの感情が入り混ざってるんですよ。あの花ちゃんいつも遊び相手してくれる花ちゃんと離れることにより、ふーんちょっとつまんねえなーっていう気持ちと、あみたいな、あ久々に会ったけど何してたんだよっていう私への気持ち、多分2つの感情が入り乱れてる。ボブ好きだからボブの時点で5億点だけど、パフォーマンス見て5兆点になった。ありがとう奈々さん、シルバータコちゃん、銀だこちゃん、ありがとうございます。5兆点はもうそれは一押しやねそれすなわち一押しやね。5兆点は初めて聞いた。沖縄は蛇口からアムロラちょっと待って、新しい、私の新しい笑い方の引き出し出たみんな引かないで、ちょっと待って今のちょっと待って蛇口からみかんジュースはわかるよ蛇口からアムロナミエはやめて、今想像して、みんな今想像しちゃったんだよね。私アムロナミエさん、多分アムロナミエさんが蛇口に出てくる場合って普通になんかこうニュルンって蛇口から出てくるんじゃなくて、なんかめっちゃこうかっこよくシュ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 ってなんか回転しながら出てくると思うんだ、うん、そこまで想像できた。ガチ恋しそうって、ガチ恋、ガチ恋工場。言いたいことが、最近なっちゃん呼びから、なっちゃんからの名前の呼び捨てに慣れてきて、ニヤニヤを我慢することに成功してる。困っていることを探すことに困って、え、ほんま、あ、そう、困っていること、私の今困っていることは困っていることを探すことに困ってる。気づかなかった、言われて気づいた。私困っていることを探すことに困ってます。え、待って、山勝さん、私さ犬好きだけどその事実知らなかった。犬の一日は人間でいうと1週間らしいから、忘れるの早いらしいよ。それが1週間以上も会ってないってなると、何ヶ月も会ってないっていう計算になる。そりゃ忘れられる。なんか確かにほんまに結構ガチめに、え、なんか他人みたいな顔されたんですよ。他人みたいな顔。でもなんかちょっと心当たりあるから気まずいみたいな、なんか表情されたんですよね。もっちゃん、早くもっちゃんとの関係を取り戻したいです。うわんさん、だるまちゃん、ありがとうございます。こんばんは。きしまるぴーさん、銀色だるまちゃん、ありがとうございます。ねね、猫マニアさん、猫マンマさんでした、ごめんなさい。猫マンマさん、銀色ハートありがとうございます。なおだよ、朝までやるの？朝までやるよ。 SNS アートでたくさんかかって言っときながら、ニニニの島で配信しちゃうなっちゃんだって予想しました。電子レンジの写真いっぱい送る、ウケる。電子レンジの写真いっぱい送ろうかな。鬼軍曹さん、ハートありがとう。ガチ恋仕掛けてて今日夢に出てきてくれると願ってます。夢の出演料が結構レアですよ、私出てくるの。あんなに花ちゃんと戦ってたのに、ちょっと仲介者だ、花ちゃんに仲介者だの。え、確かにどの時代の安室奈美恵さんなのかも気になるね。想像したよね、トロテンみたいに出てくるのか。最後のとこ2杯で突っかかるよね、多分なちょっかい出す相手がいなくなると寂しい
蛇口ひねりだ、チャンチェチェ、ね、これなんて読む、チェチェイスザチャンスか、タッタラッタッタッタランって安室奈美恵さん出てくる、おもろいおもろい、蛇口かな安室奈美恵、それって本当に有名な話なんですか、本当に有名な話なんですか、え、よく言うやつ、あの愛媛は蛇口からみかんジュース、沖縄は蛇口から安室奈美恵って、マジほんま困ってることに困ってるなっちゃん、幸せもそうだね、私そう、あ、浦島もっちゃん、あれちょっとそうしよう、名付けよう、いやなんか赤の他人みたいな感じになってるのかもしれない、 あそういうことか、私のあの日々のみたいな可愛いの進化率が早すぎてみたいな、おっちゃんがついてきてこれてないみたいな、なるほど、ミキノッピさんそうかもしれません、おもろやばっ、めっちゃあのミキノッピさんにもう全部責任なすりつける、そうかもしれないレッシーさん銀色ハートありがとう、え、でもねそうなんよ、今日の最後の方にちょっとあの手をガジガジしてきたけん、お、ちょっと取り戻したかと思って、記憶ベイビードンクライダダ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 ってやつ、ダダ歌いながら出てくる、アムロちゃん想像したら泡吹いて倒れな、いや超サプライズじゃん、で、アムロナミエさんが蛇口からニュル蛇口からニュルはやばい、ニュルはやばい、出てきたらね、やだよ、信じるか信じないかあなた次第、蛇口伝説、明日になったらめっちゃ噛まれてそう、なっちゃんより花ちゃんが、いやなってると思うな、しかも意外とあの二人なんか夜もう眠るときは意外と近くで寝てるから、意外ともっちゃんも花ちゃんのこと頼りがいのある姉さんって思ってるかもしんないかな、結構濃厚、その説花子の方が頼りになるぜって思ってるかもしれない、 Can you celebrate? で出てくる蛇口から、アムロナミエさんね、お、え、誰がコメントしてくれたの、ちょっと蛇口から、ちょ今日の MVP コメントすぎる、今日の MVP ちょっと普通にあの面白すぎてスクショしたいもん、どの辺だったっけ、どの辺だったっけ、蛇口からみかんジュースの話して、あ、ミキノッピか、違う、アッシュさんだ、ミキノッピが、ミキノッピがちょっとね、こっから物語に始まってるんだ、ちょっとスクショするわ、ちょっと面白すぎてスクショさせてもらうね、これだ、愛媛は水道からみかんジュースが出る自然説、あ、これどっちスクショするんだ、これだ、これかなの、これからの、ね、待って、親離れ、あけみもさ、アッシュさん、ちょっとアッシュさんのコメントちょっとツボかも、かなりほら、なんか沖縄から、沖縄はあの蛇口からあのハブ酒出てきますとかだったらわかるよ、あのそれだったらなんかあのまあ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 わかるわって思うけど、安室奈美恵さんってちょっとセンス良すぎん、センス良すぎると思って、ちょっと今日の MVP コメント、みんな拍手、みんな拍手、アッシュさんに素晴らしいコメント、拍手、MVP、蛇口からスピード出てきたもこれから来たい、ちょっと人数感がすごいの、あの安室奈美恵さんは一人やからスルって出てこれるけど、スピードさんってなると結構ちょっとあの長いよ、シュッ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 ってね、座布団5枚ほんまにありがとうございます、わら、しかもみんなめっちゃ
パチパチパチ、マジほんますごいわ。うん、感動したね。発想に脱帽、なんかあのなんか M1 とか出た方がいいかも。あ、じゃあ一本グランプリ、一本グランプリとか、なんか一般の部で一本グランプリ募集とかあったら絶対すぐに応募してって思う。蛇口から安室奈美恵はちょっとあの面白い、ちょっと忘れた頃に、私が忘れた頃にまた言ってこのなんかさ、なんか久々にさ、なんかやばい、息切れしそうなぐらいに笑ったもん。この笑いだよ、この笑い方。あ、やっぱ笑うってなんかさいいらしいやん。なんかえ、すごい、シルバーウィーク98,000ポイントありがとうございます。もうすぐ10万ポイントに行きますね。ありがとう、あきらさんハート、ありがとう、ありがとう。4人、4人出てくる。スピードさんって4人じゃっけ。4人出てくる。琵琶湖から西川くんみたいなもんやろ。おもろい。なんかさ、あなたの落としたみたいな、あなたの落としたマイクはみたいな。絶対言うてくるやん。サラダパンかもしれん。あなたの落としたサラダパン。各県ごとで蛇口から出てくるもの報告してもらおうかな。山口県だったらなんだろう。スピードだけにスピード感大事。うまい。安室さんスーパーモンキーズついてくるかもよって。え、なんかすごい、みんな詳しいね。スーパーモンキーズ時代なの安室奈美恵さんだと。え、何人ぐらいですか、何人ぐらいの大所帯。そんなのやったことない。え、いいね、もうあったら、機会あったらマジほんま一本グランプリ出てみて。殿下解散、だるまちゃん、銀色だるまちゃん、ありがとう。あきらさん、銀色だるま、ありがとうございます。卒業の時の手紙に蛇口から安室奈美恵公文が、やばいやばい、おもろい、笑ってしまう。がんとかにも笑いがいいらしい。え、すごい。でもなんか笑いセラピーみたいなんてあるらしいですもん。なんか意味はないけど、なんか声を出してわっは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 と笑うだけで、あの結構体にいい影響を及ぼすらしいよ。配信が商店化、わらわら、ボキャブラ天国かなどうやってお皿洗うんよってあの安室奈美恵さんのあの衣装のなんかこうひらひらの部分でこう洗う、ひらひらな衣装で。北海道は蛇口から玉置浩二さん出てきて、強いよ強い。広島は蛇口から西城秀樹さんすごい、もうビッグネームたちが名だたる。マックスさん忘れないであげて。マックスさん、ふーちゃん、だるまちゃん、ありがとう。ゲヒロだるまちゃん、ありがとう。ああ、山口県だと長州、長州さん、その笑い好きですって、嬉しい。でもこの笑いを作ってくれているのはあなたですよ嬉しい。今日なんかもう配信さ、配信始まる前にさ、ちょっと眠気がピークに来とってさ、これ配信、これなんか今日30分も喋りきれんのじゃないじゃろうかって思っとったけどさ、あの天才いたみんなのおかげで目覚めたし、あの全然もう超元気。病院の蛇口からアニマル浜口の名前やばい。しかも病院の蛇口超元気になれそう。オーガンジーの部分オーガンジーの部分、そう、オーガンジーの部分でお皿洗える。お題は愛媛から、愛媛は蛇口からみかんジュース、他の都道府県はだね。うまい。山口はなっちゃんとリコチが出てくるなんておもろいな。
想像してみた今。チャーハン部入部希望さん、ハートありがとう。シンクロワッサンシーズンさん、金色ハートありがとうございます。千葉は蛇口からチーバくん出てくるよって、かわいい、かわいいんだけど。岩手は蛇口から大谷翔平、すごい。いやなんかすごいな、やっぱ各県いっぱいいますね。たわきさん、好きさしびれるほど想像した。え、お母さんがめっちゃ好きなんですよね、たまきさん。しみやんさんありがとう。銀のシルバーだるまちゃんありがとう。いとしさん、シルバーだるまちゃんありがとう。埼玉県、蛇口からこじはるさんかパルルさん出てきてほしいって。うわ、いいね。あ、中秋の名月、もうすぐ中秋の名月、もうすぐ中秋の名月やよん。ほうさん、シルバーハーチありがとうございます。明日はちょっとお昼に配信しようかななんて思ってたりしてる。まもなく勢い7000、あ、7000達成。え、めっちゃ面白い、ほんまに。母さんハートありがとう。岩手の蛇口は大谷選手は赤色だとエンゼルスで、投手青色だとドジャーズで出したんだね。すごい、2種類必要。いやー、今日もいい一日だぞ。でも嬉しいよ、みんな今日もいい一日が、いい一日で終わりそう。今日もちゃんと一日がちゃんちゃんのリズムで終わりそう。ちゃんちゃんで、私はあの毎日をちゃんちゃんで終わらせるのが、ちゃんちゃんの音で終わらせれたらもうその日は最高だって思ってるんで、今日も一日何事もなく平和に過ごせましたとさ、ちゃんちゃんって終わりたい。笑い袋ってあるの知ってる？知ってる。ってやつやの、わかるよ。いや、ほんまに結構ガチで、あのリコチの笑い袋グッズで出してほしい。こんな話平和で好きね、好き。なんで来週の直樹さんは、え、月綺麗だった。え、今日が中秋の名月なの、明日なの、どっちなんだろう。チャンチャン、今日なのかな。見たいけどちょっともう外に行くのめんどいな。ちょっとめんどいなとか言っちゃう。でもやっぱ渡辺夏希、月が月であるというものとして、あ、でも明日も晴れだね、よかった、綺麗に見れそう。でも今日ちょっと広島雨降ったんですよ。だから、あ、明日か。でもさ、明日中秋の名月ってことは絶対もう今日ほぼ満月やん、綺麗だよね。出口の笑い袋想像したわ。欲しいよね。明日にはもっちゃん笑っちゃってきてくれるよ。え、もう、うん、だと信じる。あ、でももっちゃんまたあの山口に帰っていきました。はい、福岡は豪雨だったの。そうだからまた忘れられちゃうかも。なんかちゃんとあの 100% もっちゃんが思い出してくれたっていう、あの確証がないまま帰っていきました。夏オスもね、ちょっとコメント振り返ってみたら、栗なんとらって言ったら悔しいのし、え、なに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 、星になってるよ。なに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 
じゃあ今日はちょっとさすがにね、23時をちょっと過ぎたら配信終了しますね。明日みんな、明日からまたで、今週末も次明日からまた1週間始まって3連休ってことだよね。シルバーウィーク第2弾もあるということで、よろしくお願いいたします。中秋の名月明日、満月は18日。なるほど。サーヤン、さやかりんの笑い袋聞いてみた。2人とも絶対なんか、えみたいな、なんて言ってるみたいな、多分クスクス笑う系だと思うわ。それを思ったら私の笑い袋はちょっとレパートリー多めかも。いろんな笑い方が存在してる。愛媛甘い Q さん、いいね。こんばんは。もうそろそろね、ネイルがね伸びてきたんでね、ネイルをね変えようかなって思ってるんで、皆さんもうちょっとで見納めなので、たくさん、先ほどのやつもう一度コメントよろしいかでいくか。え、なに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 、もう一回コメントしてん。あ、待って違う、夏休みでちょっとコメント振り返って見てくり、なんとか出たら悔しいので修行してくる。ちょっと待ってね、ちょっとなんとかった感あるので早く寝ます。先ほど仕事を終えたの。残業お疲れ。あった、蛇口ひねる前に石鹸しっかり使ってる中山きんに君。あすごい、絶対あの蛇口ひねれてないね、チュルって手滑っとるね。あわー、これだ、見つけた。ちゃんと供養しましたよ。上質な笑い、素晴らしい。今日の、あ、今月の満月はハーベストムーンだそうで、そういえば中秋の名月グッズね、なんかさ、今日なんかお団子屋さんがめっちゃなんかお月見みたいな感じになってたけど、なんでやろうって思ったらそれでした。忘れた頃にそう蛇口をつるっと。じゃあ成仏してくるわ、じゃあのって、あともうちょっとで配信終わるからいてよ。こんばんは。トロトロトロトトトトトトロトロトロトトトトト。もう本当にさ、アンレイムさんだったっけ、アンレイムさんの曲がもう頭から離れん。我ら友情永久不滅、令和を生きるスーパーマイン、キラ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 、うちらラキ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 でごめんね、キラ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 をつければ。めっちゃいい曲、今日めっちゃ口ずさんでさ。もう歩くたんびに口ずさんで、ギャルのやつ。令和を生けるスーパーマインド。てかさ、あのさ、あのめちゃめちゃ振り返るんだけどさ、この前のさ花だれのさ東京公演さ、特に夜公演さ、なんかさ絶対なんか発表あるよなって思わんかった。
やけん私さ、なんかちょっと長めに、もうあのお辞儀した後でちょっと長めにこう待ってたよね。ね、私ちょっと長めにこう待ってたよ。そしたらおっとみたいな、あれ意外とあのなんかあのいつものドゥドゥンみたいな BGM はないな、ないな、あれもしかしてこれなんか普通に曲流れて途中でなんかグルグルグルみたいな巻き戻しみたいになってドゥドゥンみたいな発表かって思ったけど、サーヤにあれみたいな、これさ発表もしかしてないみたいな話で、そう、そう、もしかしてちょっと待ったあるかなと思ってで顔上げてなかったなかったってなって、そう、そう、アベマで、アベマでそう やってるからなんか特になんかあるかなと思ったんですよ。そう、そう、でもなんかなくて安心ではある、あった、ホッとしたって感じはあるけど、なんかあるかと思ってハラハラしましたよね。絶対同じ気持ちだったファンの方いると思う。なのかな、思ったわな。私もちょっと前離れなくて克服したのにまた離れんようになるわ、汗汗汗いっぱい歌ってこう、うん、頭の中でいっぱい歌ってこう、レーバーを切るスーパーマインドでいこう、ここの振りおもろい、うちらそう、アベマであったし、愛子寺の卒業延期、いやでもさめっちゃ嬉しくない、なんかそう卒業延期になったし、多分その発売日からまたあの発売イベントとかもするから、ワンチャン来年とか年越してくれるんじゃないみたいな、なんなら生誕、愛子の生誕、愛子と年越せるんじゃないみたいな、しかも生誕どうなるんだろうっていう何もなかったら、そう、何もなかったらなかった、あ、ないんかみたいなって思いましたちょっと寂しかった。え、シルバーダルマ情報10位に這い上がってきました。皆さんなんか気づいたらトップ10入りしてます、みんな、イエーイ、トップ10入り、深夜3時ぐらいにひっそりと公式 X で、いやなんかそう、それもメンバーでなんかそう、なんかえみたいな、いやでもさ、でもないわけなくないみたいな、なんかあの今から楽屋帰る時になんか帰るまでにはなんかちょっと公式からツイートされとったりとかしとるんじゃないみたいな、そう予想もしたよ。でもね、何もねなくてね、あの無事に終わったって感じでした。いっぱい考察立ててたんですけどね、何もなかったです。え、待って、見て、99,991 ポイント今日で10万ポイント達成だ、もうすぐ。にゃんたろー、すぐるさんありがとうございます。わ、鍋の絵文字嬉しい。ぜひ私のことを愛してくれてる皆さん、私のことを愛してくれている皆さん、ぜひあの私のファンマークってやつ、ファンマークっていうなんかまあ絵文字、私を象徴する絵文字があの鍋の絵文字なので、ぜひ名前の後につけてくださるととても一目で分かりやすいので、ぜひよろしくお願いします。サプライズ的なのってメンバー知ってるけど知らないふりしてる、あ、そう、知らなくて驚いてふりしてると思ってんの。いや、ほんまに何にも知らんけん私もびっくり、なんか私もなんかあの加入する前とかは、いやなんかそうなんじゃないとか、なんか本当はそうなんじゃないとか思うやん、ほんまに何にも知らされんの、おもろいよね。やけんあのみんなと同じベクトルであの毎回毎公演あの子供の霊もヒヤヒヤしながらしてる、うん、
山勝さん、銀色たくちゃん、ありがとう。そう、名前の後ろにつけてくれると嬉しいです。鍋の絵文字送られてきた。そうなんよ、ね、みんなと同じ。そうそうそう、知ってるのはスタッフさんだけ。確かに逆に発表がないことがサプライズだったかも。私的にはもうみんなね、なんかそう、みんななんか絶対なんかあるよねみたいな、こう絶対なんかありそうだよねみたいな。なんか私もなんかちょっとマネージャーさんに、え、なんか今日最後なんか発表あるかなーみたいな、発表あるかなーみたいな、ちょっとなんかこうマネージャーさんにちょっとこうぼやいてみて、あるかなー、あるかなーって聞いてみたら、いや分からないよって言われた。いいみたいな、ちょっとその分からないよって言われて、えみたいな、え、それある人が言うやつやんみたいな思ったけど、何もなくて、ないんかいみたいな。そう、ちょっと探り入れてみた、なんかあるかなーって。実際組閣だっけ、組閣以上のサプライズね、あれすごいよね。お、え、なんかさ、天才かも、銀色金魚さん。キャプテン不在だから何もないだろうと思っていた。え、それめっちゃ鋭い着眼点じゃない。あなた天才かもしれない。え、すごくない、モニターある会場だとおっとって思うって。なるほど。でも時々あのモニターがシューンって出てくるパターンもあるけんね。いや、サプライズ発表なんかより8周年コンサートに向けて頑張る時やで。確かにそうだよな、確かにそうだわ。はい、ナイスミッチユー、ファッドハランデ、ナイスミッチユー。読み方わかんないや、絶対合ってないと。こんばんは皆さん、今日祝日だった皆様も明日頑張れる、頑張れそうですか。頑張れそうですよね。私も頑張ります。全員揃うコンサート重大発表やるのかな。こんばんは、嫌なままだと東京会場は空席多くなるぞ。えん、いやでも本当に、でもなんかそうですね、8周年コンサートの東京開催っていうのをやっぱりたくさんの方に来ていただいて、会場が埋まってみんなが楽しんでくれてる姿をちょっと見るために、そう、私たちも頑張ってますし、スタッフさんたちもね、たくさん協力してくださって、でも今回のアベマさんでの生配信、無料生配信とかもすごい気になってくれた、それを見て気になってくれたって方もいると思うので、その気になってくれた方をあのどうやってあの会場に来てみたくさせるかっていうのが、また次の、そう、次の私たちの頑張らなきゃいけないところなので、そう、無料配信20日までっていうのも、皆さんぜひあのアベマさんで花は誰のもの公演っていう STU48 の公演が、オリジナル公演がありまして、東京でありましてですね、そちらの無料生配信のアーカイブが20日まで見れますので、ぜひ見てください。またスイパラに
出てきてほしいね。あのスイパラめっちゃ楽しそうだった。なんか私たちも考えてみたい。なんか鬼滅のさ、なんかご飯プレートとか出しても面白そうじゃない。二期生の春夏秋冬、春夏秋冬ひとまとめプレートみたいな。こんばんは。気になった人がどうやって次のアクションを起こすかみたいなの最近マーケティングで勉強してる。おえー、かっこいい。どうやったらみんなに会場に来て来たいなって思ってもらえる。ようになるかっていうのもね、考えていかないと。東京で STU いいなって思った人 DMM やそっちに引っ張ってこないと。新次郎さん、シルバーダルマちゃん、ありがとうございます。東京で STU いいなって思った、あ、来てくれた人ってこと。そうだよね、すごい。ご縁があればコンサルしますよって、すごい。コンサルタントやっけ、そういう方の名前コンサルタント、すげえ、かっちょよ。本業なんでってすごい。瀬戸内コンサル、私のことコンサルしてください。ガモさん、だるまちゃん、ありがとうございます。こんばんは。でもさ、みんながさ、一番公園に来るときになんか目的にしてるものって何ですか。例えば音楽を聴きに行ってるっていう人もいるだろうし、推しメンの姿を楽しみに来てくれてる人もいるだろうし、なんか STU48 のグループのなんていう空気感っていうのが良くて見に来てくれてるよっていう方もいると思うし、 MC を楽しみに来てくれてる人とかもいると思うし、なっちゃんがいるかどうか。何それ、嬉しいんだけど、ありがとう。ハーマンさん、だるまちゃん、ハートありがとうございます。パフォーマンスですなって、やっぱりそうだよね、主軸はパフォーマンス。こんばんは。北海道でも見たいと思ってる人がいること忘れないでねって。北海道とかめっちゃ行きたい。MC は楽しみの一つである、推しを見に行く、お見送り7割。おお、確かにな。え田中幸子さん、あ、でも卒業メンバーさんもね、思いをどのぐらい受け継いでるかってこと。わあ、私、NMB さんちょいちょい行くけど、公演だと好きな子の成長とか少しの変化とかを感じたいから足を運びたい。なるほど。ナッチを見に行っているっていうのが一番だけど、 STU ってグループの存在そのものが好きなんだよな。素敵、何このほっこり会。初めて AKB 劇場に行った時の動機は気軽さ。なるほど、でも確かにそうですよね。だって48グループ愛に行けるアイドルっていうのを掲げてるから、確かに会いに行きやすいですよね。初めて見た公演はチャートリーでなっちゃいました。おお、嬉しい。そうやってね、また出会いもありますから。あー、地元にできた48グループだから、どちらかというと STU48 見守ってる感じでもある。なるほど、嬉しい。会いに行けるね、確かに気軽に会いに
触れるっていうのはね大事だと思う。ってなるとね、いろんなとこで各地で開催させていただけるっていうのはねとてもいいと思います。小学校の頃から夢に見た地元のフォーティエイトグループだからね、ね、ほんまに素敵。でも最近は何も考えずに応募してるかもって。おお。すごい、何も考えずにね。でも何も考えずに応募してくれてるけど来たら毎回楽しいって思ってくれてるからまた応募してくれてるってことだよね。あ、東京のフェスに来てくれて近くだったのがきっかけ。うん、すごい、きっかけっていっぱいありますね。募集のチラシどこ行ったかなって。おお、 STU のね、その当初から見守ってくれてくださってる皆さんもいますから、やっぱり見守ってくれてるっていう。確かにね、その成長劇を見れるっていうところがいいところですよね。なっちゃんって応援することを楽しみに来てくれてる、いいね。いや、なんかそう、なんかメンバー間とかスタッフさんの間でもそうやってなんか STU を次の8年目のビジョンをなんかどうやってみんなで考えていこうっていうのもなんかそうみんなで考えたりしてるんですよみんなで目標を掲げて考えたりとかも、そう表上にはなってないけど、そう、そういうのもやったりしてるので、なんかこれからなんかそのなんて言うんだろう、その成果っていうのが見せたら嬉しいかも。昨日ショールームでなっちゃん知って普通に公園行きたいし、カレンダー見たもんな。え、嬉しい。りょうさんありがとう。なるまちゃん最近はなっちいる仕事休み行こうっていう思考。あ、すごい嬉しい。じゃあ、あの休日の楽しみにしてくれてるってこと。楽しいし、始まる前とか終わってからご飯とか飲みも楽しいし。確かにね、なんかまたね、こう私たちを応援してくれているっていう共通のなんか共通のさ、好きっていうものを持っている者同士だとさ、やっぱり仲良く、ファンの方同士とかでもなんか仲良くなれますし、話がさ好きんよね。喋っても、なんかでもそういうなんていうの、ファンの皆さんたちとファンの皆さんたちの中でもなんか仲良しの輪が広がっていくっていうのもなんか私すごい見てて本当に素敵だなと思って、めっちゃ好きなんですよ。なんかそう、公演終わりにファンの皆さんでなんかなっちゃん会みたいな感じで私のグッズとかいっぱいたくさん持ってみんなで今日も最高でした乾杯みたいなやってるの見るとなんかもう本当に素敵じゃなって思う。ほっこり。 STU そのものはしてたけど身近に感じたのがスイパラ。おお、でもやっぱそうだよね。スイパラとかさ、なんかこうたくさん人々に知られてるものにものとコラボさせていただけるとなんか よりグッとなんか近くに身近に感じれるっていうのが確かにそれは大きいと思います。うん、最初にハロータをやったのでオタ遍歴がえらいことにドラゴンフライズの応援もいるし、バスケットボールですね。ペンライトフリフリするのも楽しいです。残念だが簡単に行けないのが…だよね。
そうだよね。なんか瀬戸内ってなると、瀬戸内だけってなるとやっぱりちょっと遠出するのも大変な方もいると思うから、なんかやっぱり東京公演とかやってみてなんか思います、すごい。なんかここに来てくれたから、来てくれたから会いに行けるよっていう方がたくさんたくさんいるんだなと思って、でその方たちがなんかすごいもう本当にそこで STU をたくさん知りたい知りたいって思って、知りたい知りたい知りたいって思って、本当に超もう愛してくれたら、いつかね広島の公演にも見に行きたいっていう気持ちにもなってくれるだろうし、なんかそういういろんな愛に行けるっていうのをやる前提には、なんかまず私たちからも会いに行かないとっていうね、会いに行かないと会いに行けるっていうのをね作り出せないと思うから、すごいなんかそういうのは大事に、そういうのも大事にしていきたいし、やっぱりなんか拠点として活動させている場所はやっぱりちゃんと守っていけたらいいなって思ってます。大切に。お話し会のレーン、お話ししながらループするのも激楽しいのよ。で楽しいよね。遠くから見守ってるファンもいるわねって、まあ、でもね、どの距離感で応援するかっていうのはね、皆様のね皆様のね距離感がありますか。私は近くで見守って、近くで応援してくださっているファンの皆様も大好きですし、遠くから見守ってくださっている皆さんも大好きです。昔は合同握手会とか48ライブとかあったからそこで知ったけど、最近は別々なのもきっかけ。いやでもそれは思います。私がもう加入してからすぐコロナ禍になっちゃって、そこからもうあれですよね、合同握手会とかいうのがなくなって、私たち2期生はもう経験することなく、もう今の状態が普通って思ってるんだけど、そうだから昔の合同握手会とかの映像とか見てたらすごいなって思います。おお、ありがとうございます。たくさん見て、鳥取市まで巻き込んで、いいね。キウイさん、シルバーダルマちゃん、ありがとうございます。昨日 STU ってなんやねんっていう芸人さんがいたけど、こっちが何々だよ、なんやねんって思ったよって。いやでもそうよね、 STU って言われた時にね、知ってもらえる、知ってもらえる、なんか知ってるって言ってもらえるようになりたいですよね。じゃけんほんまイケちゃんとかのあのね活動とか本当にすっごいマジ誇りに思う。こんばんは、ロクタンさん、はじめまして。なあこさん、200連とかあったの、すごっ。合同、あ合同握手会で選抜発表、なあこさん、銀色ハートありがとうございます。きっかけは何にか、何になるか難しいけど、来た時に逃さないようにするのが大事だよね。そうだよね。でもなんかさ、それってさ、なんかアイドルだけじゃなくてさ、なんか生きててさ、全てのことに通ずるよね。それってさ、多分さ、私たちもさ、は特にさ、それはとても思うって思うけど、それ本当にそう思いますって思うけど、みんなも少なからずね、これってなんか一番大事にしないといけないよなって思う。
移動が大変だけど東京公演増やしたいねって。いやもう全然移動大変とか思わないですよ。もう私移動時間大好きなんだよ。移動時間のプロなんよ私も。もうすぐ新幹線だったらもうはいすぐ整えてはいみたいな。なつきちゃんもしてるのかいいんだろうね。そうもう移動慣れ説なので無敵です。しまわせるときに押さないとねって。そうみんながね、みんながよくそうやって言ってくれるけど、賛否両論あるけど、でも確かにそうだよなとかは思うその言葉に。 STU で一番おしゃれななっちゃんの魅力をもっとたくさんの人に知ってほしいよね。そう私もたくさん知ってほしい。なのでこの後ちょっと SNS 動かしますねこの後ちょっとインスタ動かします。うん、飛行機も私飛行機も全然大丈夫だよ。移動時間のプロ、そうどこでも寝れちゃう。学割とかラッキーセブンの格安席の効果集めたのかな、集めたのかな。いい試みだと思うけど、ありがとうね。気づいたら23時も過ぎてる。あ昨日インスタもフォローしました。ゴルフ屋着てるの可愛かった、ありがとう。インスタいい写真たくさんだよね、嬉しい。また今日も載っけますこの後。そうそう広島のゴルフウェアさんが衣装提供してくださって、すごい可愛いゴルフウェア着させていただきました。では壇上を読みましょうかね。ちょっとなんかもう途中から爆笑大喜利配信になり、最後はねみんなとなんか熱い会話ができてとても有意義な配信になりました。ありがとうございます。では壇上見ます。13位ピノンさんありがとうございます。12位釣りバカ星人さんありがとうございます。11位サージカルさんありがとうございます。10位ワイリーさんありがとうございます。キウイセイヤンさんありがとうございます。8位アキさんありがとうございます。7位ブンゴさんありがとうございます。6位山勝さんありがとうございます。5位おいもちゃんありがとうございます。4位ジトクさんありがとうございます。3位夏の終わりさんありがとうございます。夏の2位トラッキーさんありがとうございます。そして第1位ケンケンさんありがとうございます。はい、というわけで皆さん今日も一日ありがとうございます。ちょっと今日メールが送れなくて申し訳ないです。しゃべくり倒しておりましたら、メールの存在を、メール送れる時間過ぎちゃってました。なのでこの後ちょっとインスタ投稿します、いっぱい。ではではでは、今日も一日ありがとう。配信最後のあっち向いてほい行きますよ。せーの、あっち向いてほい上。今日も一日ありがとう。わあチャーハン定食さんありがとう、銀色のやつ。それでは皆さんおやすみの挨拶をしましょう。私が親って言ったらスミーとコメント返してください。今日も一日ありがとう。おやー、ミーさんありがとう。だるまちゃん銀色のやつありがとうございます。今日で10万ポイント達成しました。次の目標を目指して頑張りましょう。ではおやん、楽しかった今日も。また明日ね。